実話怪談新耳袋青いレインコート。高校生の K さんには大学生の彼がいた。ある夕方、彼の部屋で一緒にビデオを見ていると、ドアのチャイムが鳴る。はーいと K さんが出た。僕、ボランティアのものなんですけど、何か買っていただけませんか？せっかくなんだけど、私も高校生で買ってあげるほどの余裕ないの。ボランティア大変でしょうけど、ごめんね。Kさんはそう言いながら、ゆっくりドアを閉めた。誰？ボランティアの子が何か買ってくださいって来たんだけど、帰ってもらったわ。で、何を買えって？そういえば、びしょ濡れだったことと、青いレインコートと、片手に傘を持っていたことは覚えているが、もう一方の手に何を持っていたかは記憶がない。私帰る。どうして？まだ早いだろう。だって雨がすごく降ってるから、早めに帰んなきゃ心配されちゃうし。雨？降ってたっけ？さっきの男の子がびしょ濡れだったと説明すると、そんなはずはないと彼が窓を開けた。月が見える。晴れてんじゃん。そういえば、ここに来る時も晴れていた。でもね、と K さんは彼を引っ張って玄関のドアを開けてみせた。さっきの彼が立っていた場所に、確かに大きな水たまりができている。おかしい。周りに雨が降った形跡がない。濡れているのは玄関の前のコンクリートだけだ。まあ、雨も降ってないんだから。と、彼に促されてビデオの続きを見た。ゾクッと背中に寒気を感じた。振り返ると、台所との仕切り戸のすりガラス越しに、青いレインコートの男の子がぼんやり見える。青いフードの中の暗い顔が笑った。え？怖い！と彼に抱きつこうとしたら、声に出した。気がつくと、彼に抱きついている自分がいる。さっきから何言ってんだ？お前今日おかしいぞ。彼が呆れている。ここにいるのが怖くなった。もう帰ろうと立ち上がろうとすると、背後から声がした。
彼も同時に振り返った。今何か言ったか？Kさんはさっきのすりガラス越しに青いレインコートが沈んでいくところを見た。もうダメだと思った。帰る、と K さんは一人で出て行った。これがきっかけでその彼とは別れた。いい波来たぜ。A さんは一人でサーフィンに出かけた。そこは全国からサーファーが集まる有名な場所だ。その夜のこと。相部屋の座敷で何人ものサーファーが雑魚寝をしている中、A さんは廊下側の襖の下でうつらうつらと眠っていた。すると背中の襖がすっと開いた。おい、いい波来たぜ。行こうよ。誰を誘っているのかわからないが、その言葉を何度も繰り返す。しつこいな、こんな夜中に誰が行くんだよ、と思った。ところが、誰も返事をしないせいか、足元にいる自分に声をかけられている気になってきた。とはいえ、こっちも疲れていて、海に行く気にはなれない。いや、遠慮しとく、と返事をすると、男は黙って襖を閉めた。しばらくすると、また襖が開いて。おい、いい波来たぜ。行こうよ。同じ男だ。いいって寝てるから。すると黙ったまま、男は襖を閉めた。さらに遅くなってまた襖が開いた。いい波来たぜ。行こうよ。頭に来た。うるさいな。夜中だぞ。なんでいい波来たってわかるんだよ。さすがにこのしつこい奴がどんな男か見てやろうと、起き上がりながら振り返った。俺、去年、夏、いい波来たぜ。飲まれて。しまった。行こうよ。廊下の天井の近くにその声を聞いた。静かで小さい声だった。
玄関先。私が大学から帰宅途中のことだった。ある夏の夕方、ある家の玄関先に見知らぬ女の子が立った。年の頃は五六歳か。その子は真っ黒な長い髪で少しうつむいていたので顔を見ることができなかったが、この辺りの子じゃない。だがその女の子はその家に入るでもない、どこへ行くでもない。ただそこにいてぼーっと立っている。家の者も気がついて声をかけるが、やっぱりぼーっとしているだけで返事もしない。誰かが迎えに来るだろうと放っておいたら、一時間ほどするといなくなった。ところが翌日も女の子が玄関先に立っている。昨日とほぼ同じ黄昏時、声をかけてもやっぱりぼーっと立っているだけである。ところが女の子が姿を現さない日があった。その晩、その家の主人が急死したのである。数週間後、同じ女の子が三軒隣の玄関先に立った。その翌日、その家の長男が首をつって自殺をした。その後、その女の子は姿を現さなくなった。近所では、あれは幽霊ではないかと噂された。もう何話見た？来客。A さんが幼い頃のことだ。ある夜、居間で家族とテレビを見ていた。玄関のドアを叩く音がする。家族の誰も出ようとしないので、A さんが玄関に行った。どなたですか？とドア越しに言うと、私よ、おばあさん。という返事。H おばさんならよく知っている。でも、声が H おばさんとは違う。本当？本当におばさん？そうよ。で、
でも声が違うよ。そんなことないよ。やはり声が全然違う。 A さんは新聞受けから覗いてみた。腰と腕が見える。表の人の腰は小さく、腕はひどく痩せている。おばちゃんじゃない。 A さんは慌てて居間に戻ると、誰か変な人が来てるというが、家族全員不思議そうな顔をする。また玄関のドアを叩く音がする。ほら、誰か来てる。誰も来てないよ。だってほら、ドアがどんどん鳴ってる。鳴ってないってば。何言ってんの。A さんはまた玄関に走って行って、誰と表の人に声をかける。だからおばさんだって言ってるでしょ。早くここ開けなさい。声が怒っている。怖い。家族のいる今まで走って逃げたが、ドアを叩く音はますます激しく大きく聞こえてくる。早く開けろ。何してる。早く開けんか。おばさんの口調も変わり、その荒ぶった声が今にまで届いてくる。どんなに必死に訴えても誰も相手にしてくれない。早開けろ。すごい声が聞こえた途端、A さんは泣き出して部屋の布団に潜り込んだ。そのうち音も声もしなくなった。震えていると突然部屋のドアが開いた。エレベーター。その夜、A子さんは深夜タクシーで家路を急いだ。タクシーでお気に入りの深夜ラジオ番組を聞いていたから、マンションに着いたのは午前2時頃だとはっきり覚えているという。マンションの正面玄関を入ってエレベーターの上りのボタンを押す。 A 子さんの部屋は8階。この時マンションの1機しかないエレベーターのランプが最上階の10階にあることを示していた。そのランプが9階、8階と下がってくるのを
ちょっと遅いわね、などと独り言を言いながら見ていた。7階、6階。その時エレベーターが到着した。え？と思ってエレベーターのランプを見直すと、まだ5階、4階あたりを降りてくる途中である。目の前のドアが開く。エレベーターの中には鈴なりの人、人、人。しかも一様に見覚えのない顔ばかり。今は確か夜中の2時。これは一体。英子さんはその異様さに驚いていると、いきなり、下に行きます、乗りますか、乗らないんですか。中の一人に尋ねられた。いえ、満員みたいですから、いいです。断るとすぐドアが閉まり、エレベーターが下降してゆく。エレベーターが到着した音がして、ドアが開いた。目の前にあるのは無人のエレベーター。ランプは1階に到着したことを示していた。このマンションに地下はない。あなたはこの先の異界へ続く入り口を開いてしまいました。それでは逃れられない怖さ、存分にお楽しみください。あった、ここだ。ねえひろちゃん、安いのはいいけどちょっとボロすぎない？何言ってんのよ姉ちゃん、さっきからどこ行ってもダメダメって。東京のど真ん中でわがまま言いすぎ。じゃあ姉ちゃん、もっと引っ越し予算出せる？出せない。ほーら、だから私が苦労してるんじゃない。
こが六畳の居間か。うん、なかなかじゃん。そう？予算。はい、なかなかです。よしよし、次行こう。ちょっと消さないでよ。じゃあ姉ちゃん手分けしてみちゃおう。え？誰かいるの？遊ぼう。あ、遊ぼう。遊ぼうよ。遊ぼうよ。遊ぼう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 。手数料もだよ。それはダメ。今回ので帳消し。ひどい。
遊ぼう。